鬼門遁トンは中国の戦術、式戦の一種である。六、水の絵式、大意式と合わせて三式の一つであり、トン式とも呼ばれる。鬼門遁トンの創始伝説によると皇帝が死ゆと戦っていた時に天帝から授けられたとされる。鬼門遁トンを解説した主婦である、縁馬人志僧府では、州の旅将や全館の長領によって、 作版方法の整理が行われたとされる。三国時代の諸区の諸葛亮なども用いたとされるが、これは廃止小説の意気を出ない。木遥の越美騒動筆記によれば、鬼門遁光のマデンは単なる戦術ではなく呪術の要素も含んでいたようである。二十四石器や糸から算出される遁光曲数をもとにして遁�光版を作成して占う。この時、 鬼門遁行用の式版板を使用することがある。遁行板の構成要素の一つである八門を重要視することから八門遁行とも呼ばれる。鬼門遁行について解説した最古の文献は、中国東大に、李前によって編纂された、長領の苦血を伝えるとされる、陰府教中や、兵書の新規性敵対白影をへにつけられた、巻き急遁�である。 大白陰形の巻き遁頓では、月章の名に、長名が見えるが、これは、北曹の人装以前に使用されていたものである。また時刻の呼び方においても、夜半、京明といった十二字達が採用されている。これらから、大白陰形遁光巻きは、古い時代の記憶を伝えていると推測できる。また研究者の岩佐国広は、大白陰形の遁光巻きは、 理前の合理主義と矛盾せず、執筆当初から存在しており、構成の負荷ではないとしている。トンコガ版以下の4種から構成される。この4種の構成要素に、さらに日本の奇学や旧生術における紫白、旧生を旧空として付け加える流派も存在する。ただし一般的には、水デで220回本の第76回のタイトルに、五花リ四と五型の旗を敷き、 総孔明旧宮八家陣を灰ぬとあるように、旧宮とは八方くらいの幹部、牛虎宮、新宮、辰巳宮、離宮、根宮、直し宮、絡宮と中央の中宮のの総称である。中国の鬼門遁公についての文献は、随代の著作である五行大義に遁公版の要素の解説が出てくるものの、作版方法を含めて全体的に解説されている文献として遡る。 ことができるのは、東大までである。漢本ではあるが、東大の兵書である、新規性的大白院系の鬼門遁行と、民国年代の版に基づき肯定された、四個前書収録の遁行演技の鬼門遁行を比較すると、その違いは、地盤のみか年月日時の四皿を備えているかくらいで、ある。したがって、鬼門遁行は東大にはほぼ地盤のみであるが、 現代と同じ気門遁行があったと推測できる。ここでは四個前書に収録されている遁行演技を例に中国での気門遁行理解の基礎となっている文献における気門遁行を解説する。遁行演技については中国法術外観式法官上下を定本としたが本書は関体字で記述されているため日本で一般的に使用されている文字に変更した。 なお、標準的な頓行書には、鬼門頓行前書、鬼門頓行当衆大前等も存在する。県一の小立てからわかるように、年月日時の4皿を備えており、地盤のみの縁場ひとし祖父や大白陰形巻級の鬼門頓行とは異なっている。ただし、日本で言われているような立交版、座三番といったものはなく、年月日時それぞれ一皿のみであり、この点では、 馬はひとし創夫や大白隠形の鬼門遁行と同じである。鬼門遁行の曲数の体系は以下のようになっている。地盤の曲数体系は馬はひとし創夫のそれと同じであり、おけうるホ法の違いがあるにしても大白隠形のそれとも一致している。したがって少なくとも遁行縁銀の時盤は中国の鬼門遁行理解において標準的な地盤と考えられる。 吉凶の判断方法は、いわゆる鬼門四十角と同じような判断を行い、角に当てはまらない場合は八門の吉凶を中心に見るとしている。そして通常の鬼門遁行で凶となる場合には、天三門、地四個、私地門、天馬大中を見て、それでも凶の場合に玉女編売分けや新人兵六母法の呪法を使用するとしている。西暦六百二年。 くだらの総監督が天文、遁光、歴史を伝えたのが最初の記録である。民間ベースではそれ以前にも色々な種類のものが伝来していた可能性がある。隋の文帝の時行政上、軍事上の理由から発禁され、それに倣い、日本でも養老令で禁じた。戦国時代には日本の風土に合わせて改変された鬼門遁光内し八門遁光が生み出された。 これらは、軍売者と呼ばれた軍師によって使用された。現代にも甲州流などの日本独自の鬼門遁工が伝わっており、作版方法のいくつかは公開されている。近世、江戸時代には秋代、新代の遁工書が多数輸入されて、研究の対象となった。明治、大正時代になると、栗原信光著、遁工帝王、遁工儀、遁工丹、多田明宝著。 八門敦行広く、松浦ことつる門広く、立川湖平蝶、敦鬼門、村焚伝、八門敦行ある、豊イ犬山流宗著、八門敦行音量発費、唐沢寺悟著、八門敦行秘伝、非、神道主人著、八門敦行天書四巻、広明八人出没変化の巻等々が発刊された。その後太平洋戦争後には、文を、 手のひらとする台湾トール派の鬼門遁行が昭和35年以降内藤文音やトール派遁行学会を起こした松下文集佐藤六流をはじめとして数名に伝えられた。その後トール派鬼門遁行自体も出版物、講習を通じて流布されるようになった。トール派の鬼門遁行は以下の点で中国で標準的な遁�行演技等の鬼門遁�行とは 異なっていた。トールハキモント門遁行の伝授を日本で最初に受けた内藤文音は中村綾都氏の奇学やトールハキモント門遁行に加えて原空派風水等を取り入れながら愛生法をベースとする独自の技術体系を作り上げた。内藤自身はこれを古代の戦式遁コ行と呼んでいる。内藤文音の専門的な著作にはキモント門遁行金箱玉鏡、基門遁行心理、 キモントンコ王門キモントンコ密義、キモントンコ儀等がある。もっとも内藤文音の著作から、戦式トンコには、以下の点で、古代のキモントンコというよりも、トール派キモントンコの影響が強く残っていることが、確認できる。また、東派トンコは、当初から、キモントンコ造作法等で余柱水明の危機による、個人差を主張しており、その関係でキモントンコ、 ヨハシラ水名の両方で、星関係の吉祥造位を共通化していた。しかし、それは一般的ではなく、肝音昆虎の星関係は肝音昆虎独自のものとなっている。武田光源はトール派の星関係を踏襲した。武田光源著の極意ントン公原義によれば、アマチカンの関係に基づく吉祥造位である。 国王について、ほとんどを通る派の星関係の解釈に追っている。ただし武田光源は、カツ鬼ン門遁行、鬼門遁行前書の解釈も一部取り込んだという主張をしてはいる。また同じようにヨハシラ水名の外角では、紙幣の気用の星を使用することで、個人差を重視するが、内角の名式に対しては、単純に気用の星を、 使用はしないという形でトール派遁行との違いを主張しているが、トール派遁行の影響は色濃く残っている。最もっとも東派手の平門である、徴用文自身は佐藤六流と田本を分かってから後の話であるが、講義で紙幣の危機による個人差と鬼門遁行の関係を否定した。ありがとうございます。